精密な加工や大量生産を可能にする機械。18世紀、ある機械が生産手法を一変させ、フランス軍は当時最強の大砲を手に入れました。標準化の歴史。第2回、マリッツの新技術。職人は、目を見張るような精密技術を持っていることがあります。そのような高度な技術を要する精密部品は、コストが高くなることが懸念されますが、時には、以前は困難だった職人技が、機械の登場によって簡単になる場合があります。そうした工作機械は、工場での大量生産を可能にした一つの要因でした。一方で、こうした機械の開発には多大なコストがかかりますから、開発にはそれに見合う強い動機が必要でした。通常では考えられないような投資がなされる領域。それは軍隊であり、工作機械は兵器の標準化に意欲を発揮しました。そんな工作機械ですが、今回はその歴史の中でもごく最初期に発明された、ある一つの新技術の物語を、ご紹介させていただきます。その新技術というのは、フランス軍に大きな影響を与えました。今回は、技術そのものというより、それがなぜ大きな影響力を持ったのか、ということを中心にお話しします。工作機械が標準化に大きな威力を発揮した、一つのエピソードとしてお楽しみください。前回動画に1秒だけ登場した、マウリッツ、ファン、ナッサウ。彼を覚えているでしょうか？ナッサウ伯は、16世紀、兵隊は射撃や行進の訓練をする、という現代の常識を常識たらしめた人物でした。軍隊の訓練がヨーロッパの新たな常識となった16世紀から時代は下って18世紀。プロイセンでも、鉄の規律を持たせるべく、厳しい訓練が行われていました。プロイセンは18世紀当時、オーストリアとの領土問題があり、それを発端に戦争に突入しました。七年戦争です。これはヨーロッパ中を巻き込んだ近世の世界大戦のような状態になり、フランスは、プロイセンと敵対することになりました。さて、前回動画で紹介したバリエールの大砲の力を試す時がやってきたわけですが、うまく機能したのでしょうか？残念ながらダメでした。フランス軍はプロイセン軍に勝つことができなかったのです。ある戦いでは2倍の兵力でプロイセンに挑んだにもかかわらず、フランスは完敗してしまいました。ヨーロッパの大国フランスが、新興国家プロイセンに勝てなかった。このことはフランス軍に変化の機運を高め、兵器生産の標準化を推し進める原動力となりました。その変化の中心にあったのが、ジャンバティスト、バケット、ド、グリボーバルでした。さて、グリボーバルはプロイセンに勝てるようフランス軍を変えねばならないわけですが、そもそもどうして負けてしまったのでしょう。重要な原因の一つに、フランスの使ったバリエールの大砲が、プロイセンのものと比べて大きく重かったことが挙げられます。フランスが、2倍の兵力にもかかわらず完敗してしまった、先ほども挙げた戦いでは、馬の供給が十分でなく、砲の移動に問題がありました。撤退の時、大量の大砲を遺棄したほどです。プロイセンには、もっと軽くて運動性の高い大砲があったことに加えて、プロイセン王フリードリヒは素早い機動を持って戦うことが得意でした。フランス軍の重厚な大砲は、プロイセンの速さの前に敗れたのです。したがって、フランス軍を強化する上で重要なことは、大砲の機動力を高めることでした。さあ、どうやって運動性を高めたらよいでしょう。グリボーバルの手腕が問われます。プロイセンの大砲は、フランスの使っていたバリエールの大砲より軽かったゆえに運動性が高かったわけですから、運動性を上げるために真っ先に思い浮かぶことは、プロイセン同様に、大砲を軽量化することでしょう。しかし、プロイセンの大砲も完璧だったわけではないのです。プロイセンに派遣されたことがあり、しかも七年戦争で、
同盟国オーストリア軍に派遣されて、プロイセンと対峙したグリボーバルに言わせると、プロイセンの大砲の軽量さというのは、その威力を犠牲にして得られたものでした。すなわち、フランス軍の大砲は、威力を求めて軽量さを捨て、プロイセン軍は、速さを求めて威力を捨てていたわけです。ですから、プロイセンに負けない運動性の高い大砲を作るぞ、と思っても、単に軽くしたのでは威力が代わりに失われてしまうのです。これを解決しない限り、真にプロイセンに勝る大砲を作ることはできません。どうしたらこの威力と重量のジレンマを乗り越えられるでしょう。グリボーバルが重量と威力のジレンマを解決できたのは、アルカ工機械が発明されたおかげと言っても過言ではありません。その加工機械を考案したのは、ジャン・マリッツという技師で、大砲の穴をくり抜くための機械でした。マリッツの発明した新技術及び、そのための機械は一見すると地味ですが、その技術はジレンマの解決に欠かせませんでした。彼が新技術を編み出す前、大砲の穴は鋳造の時に開けられていました。具体的に言うと、鋳型に砲の穴、砲腔に対応する棒状の粘土を入れておき、金属を流し込んでいました。このように砲腔を鋳造段階で作り、内部を少し削って仕上げれば完成でした。しかしこの方法には、欠点がありました。まず、粘土で砲腔を形作るわけですから、後から仕上げするとは言っても、一つ一つの砲腔形状にも違いが出てしまいます。それに加えて、流し込む金属に押されて、砲腔を形作る粘土の位置がずれてしまう問題もあります。そうなると砲腔が真ん中からずれたり、砲身の中心軸から傾いたりといった、製造上の誤差が大きくなってしまうのです。これだと不良品が頻発しますし、局所的に薄い部分があったりすると、発射時に破裂する危険もあります。ならば鋳造段階ではなく、後から穴を開ければよい。マリッツはそう考え、砲腔のない円筒形の大砲に、位置から穴を開ける方法に変更しました。ただ穴を開けるだけと早い、金属に穴を開けるのですから大変なことです。この新手法を実現するために、マリッツは中ぐり板、と呼ばれる、穴をくり抜くための機械を発明しました。一言に機械、と言ってもそれは巨大な装置です。初期にはこのような、建物丸ごと一つの工作機械でした。この縦型の中ぐり板は、吊るされた大砲の下でドリルを馬が回し、大砲を徐々に下げることで穴を開けました。実のところ、この初期の中ぐり板はバリエールの大砲の生産にも利用されたもので、バリエールが大砲の種類を整理できたのは、この機械がある程度一定な砲腔形成を可能にしたからでしょう。しかしながら、マリッツの真に重要な発明は、グリボーバルが改革している頃に作られた、このような横向きの中ぐり板でした。これはマリッツの息子、マリッツによって完成されたようです。この場合、先ほどの縦型とは異なり、回転する大砲に、固定された刃を送り出す構造になっていました。回転させる動力が馬だったのか、水力だったのかはいまいちわからなかったのですが、刃ではなく、重たい大砲の方を回転させたことや、固定した刃を少しずつ送り出したことが、加工の安定性を増したのではないでしょうか。この横向きの中ぐり板によって、加工精度は大いに高まり、以前よりも砲腔がまっすぐかつ真ん中に来るようになりました。マリッツの機械は、隠してどの大砲にも、同じように精密な砲腔を持たせることに成功したわけですが、その効果は、単に砲腔形状を標準化したにとどまりません。マリッツによって砲腔形状が標準化できるようになったので、グリボーバルは、さらに砲弾サイズも標準化したのです。マリッツの機械が登場するまでは、砲腔サイズがまちまちで、砲内部で弾が詰まる危険があったので、砲弾はジャストフィットではなく少し小さいものを使用していました。ところが今や穴のサイズが一定になりましたから、ぴったりサイズの砲弾を使えるようになったわけです。ただ、そのようなぴったりサイズの砲弾を用意するということは、砲弾サイズをより精密にすることが要求されます。
そのような精密なサイズの砲弾を用意するため、ゲージが使用されました。ゲージというのは便利な道具で、これに砲弾を放り込むと、ゲージの穴を通過できるかでサイズの判定ができます。ポイントは、このゲージを2つ使うと、砲弾の交差を決定できることです。交差というのは、どのくらいなら標準から外れても OK か、という許容量です。例えば、一つのゲージの直径をもう一つのゲージより5ミリだけ大きくしておきます。大きいゲージは通れるが、小さいゲージは通れない。そのような砲弾を集めてくれば、直径のズレは5ミリ以下になります。サイズがバラバラの砲弾でも、このゲージを使って選別すれば、誰でも簡単に、ぴったりサイズの砲弾だけをより分けられるわけです。しかもこのゲージさえ統一されていれば、各地の工場で、精密に同じサイズの砲弾を作れるようになるのです。そこで、グリボーバルはゲージをある一箇所の兵器工場で一括生産し、それを各地の工場に配りました。ただ配るだけではありません。使用によってゲージが削れたり伸び縮みすることも考慮に入れました。グリボーバル派普段使いのものとは別に、保存用のマスターゲージを用意しました。このマスターゲージと、普段使いのゲージを一定期間ごとに比較させ、それとの差が2ポアン、現在の約 0.7 ミリを上回ると破棄するよう決定したのです。こうして砲弾サイズをより精密にすることができるようになったわけですが、砲弾サイズの標準化と、航空形状の標準化が相まって、威力と重量のジレンマを解決しました。というのも、今までなら砲弾と砲身の隙間から逃げていた火薬の爆発力。これを、砲身と砲弾がフィットするようになったことで、逃さずキャッチできるようになったからです。このことは、砲身が短くても必要な飛距離を出せるようになったことを意味します。実際、12ポンド砲の場合、グリボーバル砲はバリエール砲と比べて、砲身は4分の3しかありません。砲身が短くても済むということは、重量を減らせるということですが、なんと、グリボーバル砲の重量はバリエール砲の約半分まで軽量化に成功しています。重さ半分、威力十分になったのです。マリッツの加工機械が砲空を標準化し、砲空の標準化が砲弾の標準化及び、そして、それらの標準化が組み合わさることで軽くて高威力な大砲を実現したわけです。ここにフランス軍は、最強の大砲を手に入れたのでした。今回扱ったこのエピソードは、工作機械が標準化を推し進めたこと、標準化が連鎖的に進んだということ、標準化が組み合わさって大いに威力を発揮したこと、この3つの点が教訓と言えるかもしれません。さて、実はグリボーバルの標準化はまだ真打ちを紹介できていないのですが、それは次の機会にとっておきたいと思います。もしかしたら次回は一旦、脱線した内容の動画を挟むかもしれません。ご視聴ありがとうございました。